中国河北省制定権南昇問題の蝶、広史像、長広史順化三年七月十四日は、北曹の政治家。字は、のりだいら。送り名は、だしこん。優秀あざみ県の人。北曹初期の最小で、早朝建国の元君。しばしば、学級と、あだなされた。元は、公州の下級役人に過ぎなかったが、当時犠牲軍説土師であった、北曹の大祖。 長教員の地遇を得て、手のひら初期に迎えられ、ブレーンとなった。建徳6年に、清掃が急成し、その後継者となった、協定が幼少であったために軍部が動揺すると、長忠しぎと共に、陳教の変を主導し、長教員を擁立して、北総を建国した。大祖からは左右の手と評されるほどの信頼と常用を、受け、数密使を経て、監督2年には、 最小となった。一時は、官林学士ロタソンの残言を受けて失脚したが、再び最小へ復帰し、順化3年に致死するまで在職した。下級役人上がりで教養がないと批判されたが、陳期下段、天下をもって、斧が忍となすと言われた冷静沈着な名最小で、政党から五代十国時代にかけて、戦乱の原因となった、節度史の無力化や、 文人の東洋などを進言し、北宋、南を合わせて304年にわたる王朝の基礎を築いた立役者と言われる。ただし、清廉潔白な人物とは言えず、吉中巣村井徳庄に強要、周賄を断劾された際には、社職の真であることを理由に、却下されている。子に、上昇圧があった。ありがとうございます。